こんにちは。整体ニコニコスタイルネロです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日も痛みや不調でお悩みのあたり、改善のヒントやアイデアをお届けしたいと思います。ということで、今日はですね、体が根本的に改善するための歪みについて、3つの歪みについてお伝えしたいと思います。で、体が歪んでいるというふうに聞くと、こう肩の高さが違ったり骨盤の高さが違ったりっていうふうに、骨の歪みをまず思い浮かべると思います。こちらのですね、骨の模型でいうとですね、肩、こういうふうに肩がずれてたりとか、あとこういう関節がずれて、肩の関節がずれたり、あとは骨盤ですね、骨盤がこうねじれてたり傾いてたりとか、あと股関節がずれてたりとか、こういうふうに骨の歪みがまず思い浮かぶと思います。で、実はですね、根本的に体が良くなって痛みが再発しない体になる、そういうふうな体質になるためには、実はこの骨以外のあと2つの歪みの解消、これが必要になってきます。そこがずれていますと、どうしてもまた骨がまた歪んできてしまって、また痛みが再発したり、しびれが再発するというふうになってしまいますので、骨以外に、歪んでいるところがあるということです。じゃあ、どこが歪んでいるのかと言いますと、まずですね、筋肉です。筋肉も凝っているところがあれば、凝ってないところもあります。そういうところに結局、ムラがあるわけですね。筋肉がしっかり全体が緩んでいたら、それはすごくいい筋肉です。ですが、その一部分が硬くなってたりとか、足の筋肉が硬くなって上半身が柔らかかったりというふうに、バランスが崩れている状態、これが筋肉の歪みがある状態になります。で、もう一つは、筋肉というのは実はですね、筋膜という膜によって覆われています。ネットの中に筋肉があると思っていただいてです。で、その筋肉とはこのネットに覆われていて、そのネットのことを筋膜と言います。最近でも結構筋膜リリースって、知ってる方もいると思います。で、この膜もですね、実は、歪んでしまいます。で、要はですね、体のこのこういう服、これが膜やと思ってもらうといいです。で、この膜がこう、膜でこの皮膚が、この服ですね、こう引っ張られたら、筋肉、中の筋肉もこう引っ張られますし、中のさらに中にある骨も歪んできてしまうと。だから、まずはこの膜ですね、これが整うということも重要になってきます。で、この筋肉と筋膜と、あと骨ですね、骨、それから関節ですね、骨自体の位置、それから関節のズレなどの骨のズレです。この3つの歪みがありますので、この3つをまず解消するということと、それからこの筋肉と筋膜の間は歪んでないかどうか、筋肉と骨の間は歪んでないかどうか、これも重要なポイントになります。例えば、筋肉は歪んでいても骨が正しい位置にあるとしたら、骨と筋肉の間にズレが生じてますね。それで痛みも起こったりしますので、まずはこの3つの歪みが解消されるということと、その間ですね、そこが解消されるということが大事になってきますので、この、3つとその相互関係ですね、この関係性について、知っておかれるといいです。ですから、今自分が、体を整えたり改善していると思うんですけど、それが今どこに今アプローチしているのか、筋肉だけなのかもしれないですし、骨だけなのかもしれないです。もう全体が大事ということになってきます。例えば、筋肉のストレッチなんかですと、ほとんどの場合、この筋肉のストレッチになってしまっていて、筋膜とか、こういう関節とか骨、こういうところはほとんど見てない。こういうところをストレッチはしてないので、筋肉だけは伸びますけども、こういうところがそのままですから、かえってストレッチをすることで腰痛になったり、股関節という足の付け根をですね、痛めたりすることもありますので、そういうふうな目線でですね、いろんなトレーニング法や、それとあと治療法ですね、を見ていただくといいと思います。ということで、今日はですね、根本的に改善するために3つの歪みが大事ですよと。3つの歪みを解消して、さらにその関係性も、ずれがないようにしていくことが大事ですよということについてお伝えしました。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。